まずはじめに今月18日から国道9号の路面変状による通行止め、 JR 山陰本線の運休など市民の皆様には大変ご不便ご負担となり、心よりお見舞いを申し上げます。避難の関係では近隣の10世帯に地滑りの恐れがあるとの判断から避難の呼びかけを行いました。18日は周辺の宿泊施設や親戚宅に避難されましたが、翌19日には市の災害協定ホテルを用意し、希望された方にはお泊まりをいただきました。20日には国土交通省の状況調査により避難を解除しても差し支えないとの見解が示されたため、避難解除しそれぞれ帰宅されたところでございます。また水道の関係では国道9号に埋設してある2本の水道管が破損したため、滝地域への小田滝久村地区では水道の断水が続いておりましたが、21日土曜日22時30分には解消をいたしました。この間当該地区の皆様には大変ご不便をおかけいたしましたが、給水ステーションを4箇所に設置したほか、要支援者の方には給水袋の個別配布をさせていただきました。水道管の復旧工事や給水ステーションの設置にあたっては、出雲観光寺事業協同組合の皆様に大変お世話になり、厚く感謝を申し上げます。また先月からの豪雨および台風9号により市内においては各所で多くの被害が発生をいたしました。被害を受けられた市民の皆様に心からお見舞いを申し上げる次第でございます。被災地では地域防災組織、消防団、ボランティアの皆様をはじめ、建設業や収集運搬業の皆様に応急対応、復旧作業、生活支援に当たっていただき、厚く感謝を申し上げます。市といたしましては8月2日付で各種支援や復旧費を先決処分させていただいたところでありますが、追加で今回の補正予算でも計上したところであります。補正予算についてはこの後ご説明をさせていただきます。次に新型コロナウイルス感染症について市民の皆様にお願いをさせていただきます。新型コロナウイルス感染症については全国的に猛威を振るい、感染拡大が止まらない状況が続いております。島根県においても連日2桁の新規感染者が確認されており、これに伴い病床使用率も高い数値となっており、医療提供体制の逼迫も懸念される状況となっております。このモニターで表示をしておりますが、出雲市でも先月4月の1ヶ月間で53人の新規感染者が確認され、今月は24日時点で54人と急激な増加が見られます。いわゆるもう先月をこの段階で超えているということでございます。第5波と言われる現在の状況は感染力の強いデルタ株の置き換わりの影響もありますが、家庭内での感染とともに子どもへの感染などこれまでとは明らかに異なった状況となっております。このような状況の中、今週から多くの小中学校では新学期が始まります。市民の皆様には改めて基本的な感染防止対策の徹底をお願いをいたします。感染予防対策でありますが、一つには3密の回避、手洗い、うがい、マスクの着用など基本的な感染防止対策の徹底をお願いをいたします。これは家庭内での取り組みが重要となってきます。二つ目に県外への往来について慎重な判断をお願いをいたします。県内の感染事例を見ましても、県外との往来が影響していると思われる事例が多数あり、これによる感染を防ぐことが重要であります。県外からの来訪者もできるだけ避けるようご検討をお願いをいたします。3つ目に発熱、
倦怠感等の体調不良を感じた場合には、無理をせず、仕事や学校は休み、かかりつけ医や、または健康相談コールセンターに相談をしていただきますようお願いを申し上げます。それでは、これから、定例記者会見に入ってまいりたいというふうに思います。まず1点目、新型コロナワクチン接種の今後の進め方についてであります。今のまず接種状況についてでありますが、これは8月23日時点であります。対象の12歳以上の人口は15万7449人であります。1回目の接種者数は7万6755人で 48.8%、 2回目接種者数は6万5250人で 41.4% になっております。括弧書きで高齢者の割合がありますが、2回目も 84.5% と、希望される高齢者の方には、かなり、接種が進んでおるものと、もう思っておるところであります。次にですが、39歳以下の方への接種についてでありますが、この方についての接種の中で特に満18歳および19歳の方で受験や就職等による県外往来の機会がある方は9月13日月曜日から、それ以外の方は9月15日水曜日から予約受付を開始いたします。要は18歳19歳の方は13、14と先行して予約ができるということであります。集団接種のは9月25日からというふうになっております。市民の皆様には市のホームページ、また防災行政無線、ケーブルテレビ、新聞折り込み等、新聞の方は9月5日の日曜日の朝刊を予定しておりますが、周知をしてまいりたいというふうに考えております。次に議会への提出案件についてであります。9月議会にお諮りする案件は人事案件1件、予算案件1件、決算案件が13件、条例案件8件、断行議決案件6件の29件、その他専決処分の承認が1件と専決処分の報告3件、その他が11件の報告等になっております。内容については、また記者の皆さんお手元の資料をご確認ください。続いて9月議会の9月の補正予算の概要についてご説明をいたします。令和3年度9月補正予算は7月大雨災害による農地、農業用施設、林道、市道等の復旧事業費のほか、新型コロナウイルス感染症対策基金を活用したコロナ禍で活動が制約されている子どもたちのための私立保育所、幼稚園の運動用遊具及び小中学校、学校図書館図書の購入経費、並びに感染症の影響を受けている公共交通事業者に対する特別支援などを中心に、補正をするものであります。補正事業数は21事業で、うち新規事業については13事業であります。補正の予算額は一般会計34億7000万円となっております。次に一般会計の補正予算額の内訳をご説明いたします。事業費といたしまして、災害復旧事業に29億6900万円、新型コロナウイルス感染症対策事業に6550万円、その他事業に4億3550万円、合計が34億7000万円となっております。財源は国建出金が14億2658億6000万円となっております。その他、分担金、負担金等とありますが、私債の方が14億3360万円、基金の繰り入れが
2億750万円、繰越金が3億3669万8000円、あと諸収入となっておりまして、合計が34億7000万円となっております。地方創生臨時交付金の状況でありますが、今回補正予算を1841万3000円計上させて、しましたので、差し引き残高、0円となったところであります。そして、今回の災害に対する復旧事業費、8月の先決、処分させていただいた補正予算8億8000万と今回の、29億6900万合わせて38億4900万円と約40億円弱という大変大きな被害となっておるところでございます。次に中の内訳を説明させていただきます。災害復旧事業といたしまして29億6900万円であります。一つ目は新規で県端の臨時崩壊防止事業で1億1800万円、工事請負費で今9件1億1000万円を計上しております。次に現年発生補助災害復旧事業の農地及び農業用施設であります。これは新規でありますが国補助金、国の補助事業として実施する、農地及び農地用施設の復旧費でありまして8億700万円であります。同じく、災害農地及び農業用施設の災害復旧費でありますが、国の補助等々から、と違うものとして、1億3600万円を計上させてもらっています。次に、4番目は現年発生補助金災害復旧費のこれは林道部分、これは新規でありまして、これは国の補助事業による林道の復旧費でありまして78箇所で今ある6億3400万円でございます。5番目が災害復旧費の公共土木施設でこれは新規でこれも国の補助金、補助事業による公共土木の復旧費でありまして8億300万円、工事箇所が62箇所となっております。6番目は同じく公共土木施設ですけれども先ほどの国の補助事業等々から、外れるというかそういうものが、4億7100万円ありましてこれが298箇所という箇所数になっておるところであります。続いて新型コロナへの対策でありますが6550万円でありまして先ほどちょっと述べたように保育所等の事務費、保育所のですね保育所幼稚園の、遊具等々を購入するものでございまして、私立保育所3円、私立幼稚園25円、になっております。あと次に学校図書館の充実を図るために図書を購入するということで小学校と中学校、いずれも、コロナウイルスの基金を繰り入れさせてもらったところであります。次に、地方創生臨時交付金の活用事業ということで一つ目は一部新規でありますが、一畑電車活性化事業であります。これは感染症の影響により収入が減少している一畑電車株式会社に対する一畑電車沿線対策地域沿線対策協議会を通じての事業存続への支援ということで、出雲市の負担分を計上いたしました。もう一つもコロナの影響によりまして収入が減少している地域路線バス事業者に対する運行支援でありまして4060万円を一部新規として計上しております。その他事業といたしまして4億3550万円でありますが一つ目には JR の江南駅の駅舎撤去に伴う待合室の新設及びトイレ改修に向けた実施設計費といたしまして148万円あと2番目には認知症高齢者グループホームが実施する施設改修費に対する防災
回収、二事業者に対する、ものでありまして、これが1546万円であります。次に、産地農業関係でありますが、産地創生事業等推進費ということで、県の事業採択を受けた農業用施設、機械、等々に対する補助であります。3つありまして、1つは、シャインマスカットハウスの整備、1つが、玉ねぎ栽培、収穫用機械の導入、もう1つが、アジサイ出荷用資材等々、この、3事業について、予算を計上するものであります。4点目が国立公園満喫プロジェクトの推進ということで、国の採択決定に伴う日の岬地区利用拠点滞在環境等上質化補助金の追加をするものであります。採択件数が6件ありまして、内訳についてはご覧の通りであります。上限が2500万となっていてですね、日の岬地区のこう魅力向上に向けて、地元の方もこれだけ手を挙げられてですね、観光誘客等々を図っていくということであろうと思います。5番目が空き家活用ということで、 UI ターンの促進および空き家の利活用を図るため、戸建ての空き家をシェアハウスに改修する経費の一部を補助いたします。これは新規事業でございます。上限が700万円の3分の2の補助ということであります。次に、市内の遺跡確認調査事業でありまして、これは民間開発事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査の経費を追加するものであります。具体的な場所は、古紙本郷遺跡跡地内ということでございます。7番目が、大社基地等関連施設群の調査活用事業ということで、博物館で行う展示や平和歴史学習での活用に向けた氷川町出祭に、所在する滑走路跡の記録を取るためにですね、さまざまな調査等を行っていくということであります。8番目はスポーツ振興を目的に寄付金をスポーツ振興基金に積み立てるということであります。9番目は令和2年度の一般会計決算余剰金の一部を減災基金に積み立てるということで、余剰金の2分の1以上ということでありますので、3億3000万円を計上するものであります。あと先決処分については、もう説明をというか資料とございますので、次に9月の行事予定ということであります。まず1日はですね、出雲市防災訓練、例年防災訓練等々行っておりますが、今年は特にですね、訓練の目的を4月の大雨災害による課題検討事項の改善、工夫ということで、それぞれ、避難情報の在り方、また指定避難所の運営、物資の調達、また情報共有に、関わること等々ですね、先般の大きな被害をどうだったのかということを検証してですね、さらに、スムーズに今後、この対応ができるように、確認しながら取り組んでいくという、そのような、防災訓練を今回、特にこの町内の方でですね、しっかりと取り組んでいくということであります。当然参加団体には多くの支援団体、参加団体ございますけれども、その人たちと一緒になって取り組んでいくということであります。もう一つがですね、12日の日曜日なんですけど、外国人住民対象の合同企業説明会ということで、令和2年度から実施をいたしまして、今回で3回目という事業であります。就労支援
日系ブラジル人を中心とした外国人住民と市内企業におけるですね、雇用のマッチングする取り組みを実施することによって、外国人住民の定住促進と市内企業等の人材確保を図っていくということを目的に行います。もう一つご紹介させていただきたいと思いますが、17日金曜日にですね、1時30分から出雲市総合社会福祉大会ということで、社会福祉や、長寿、高齢者の方の長寿のお祝いと、また、社会福祉や地域活動に功績があった方々を、表彰していくという社会福祉大会を開催をいたします。以上、私から の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。それではこれまでのところで何かご質問がありましたらお願いいたします。いつも経営ビジョンのカメラです。よろしくお願いします。ワクチン接種についてお伺いさせていただきたいと思います。いよいよ39歳以下になりますけれども、これまでの進捗状況について市長どのように評価していらっしゃるのかという点と、高齢者の方 86.7% 1回目接種を終えた方、あるいは接種に、接種の予約をされた方って書いてありますけれども、この世代、下の世代の方でどのくらいの接種率を目指すのか、そういうことがあれば合わせてお願いします。はい、評価につきましては、かねてから申し上げてますけれども、医療機関の皆さん方のご協力を得てですね、またさまざまな方々の協力を得て、順調に私は進んでいると思っております。国からのワクチンの供給がなかなか全国的に見通せないという中で、しっかりとした体制を組ませていただいておるなというふうに思っておるところであります。であと若い方へのということでありますが、これから始まっていきますし、全国的に見ていると接種率が少し低いのかなというふうに思っておりますけども、周知していくこととかですね、これから感染がこうやって本当に広がっていく中で、ワクチン接種大切なことになってくると思いますので、そのようなこともきちんと説明をしていきながらですね、少しでも多くの皆さんに接種していただける対策なり取り組みをしてまいりたいと思っております。ありがとうございました。すみません、第5波が今先ほどの資料も示していただいたんですけれども、島根県であったりとか松江市だったりとか会見なさっていて、この第5波 の出雲市 の感染者の方の特徴とか、そういったものがもしデータとしてあれば、どういう例えば家庭内感染が増えたとか、年代がやはり変わっていたとか、そういった特徴があったら教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。じゃあ現状のは今原告事務所の方からございます。個別の市町村段階での感染力率って結構発表しておりませんので、具体的なことは申し上げませんが、現在の状況からしますと、一つは先ほど市長の方からも言いましたが、子どもさんへの感染というのがですね、これまであまり見られなかったものが、全国的にもですね、県内的にも、感染者が感染者が生じているということが一つ。それともう一つは、今回は多くの方、とにかく最近ずっと2桁台の感染者が出ているわけでありますけれども、以前ですとクラスターの発生とか、そういうものに起因するような感染状況があったと思いますけれども、連日これで多くの方が感染していますが、あまりクラスターということについての発表はない。これはですね、家庭内感染というのがかなり見られるというふうに私は認識しているところでございます。県の方もそういった形で、とにかく今では職場とかそういうところが中心になって、家庭の中ではあまり感染が広がってなかったというふうに思っておりますけれども、この第5波というか今の現状を見ますと、家庭内に感染者がいらっしゃる出た場合はですね、多くの場合家庭内の感染もですね、かなりの頻度で見られているということでございます。そういった意味で、
家庭内感染とそれから子どもの感染ということを踏まえますと、先ほど市長から申し上げました通り、今週から順次小中学校の学校が開催される、2学期が始まるということで、そこの感染症対策というものについて学校現場を通じまして、家庭への啓発などを行っていただくという形で、先般20日にですね、校長会を開催して、お願いというか、そういった取り組みについての徹底した取り組みをお願いをしたところでございます。ありがとうございました。他にご対応しますでしょうか。参院長事務のつくばりです。ワクチン接種のことについてですが、これまで市は独自で優先接種者を決めてやってきた中で、妊婦さんなんかに対する接種というのはお考えがありますでしょうか。これはちょっと質問で担当に。ワクチン本部の方でございます。今回第4次の、ワクチン接種の予約を取りますが、特に妊婦さんの枠というのを取っておりません。一つはですね、今月に入って国の方から妊婦さんへの接種について、これまでは12週未満の方についてはちょっと控えてほしいということであったんですけども、産婦人科学会の方からも意見がありまして、今は積極的にワクチンを打っていただきたいということになっております。1年間で、出雲市の中での出産数というのは1500ぐらいということでありまして、そういった意味で妊婦さんだけをですね対象にしてワクチン接種をするというについてはですね、要するに予約の取り方も含めてなかなかちょっと難しいということもございます。そういった意味で、今回は第4次のところでご自分の都合に合った予約を取っていただきたいというふうに思っております。ただ全体的には11月中にはおおむね全体の8割程度のワクチン接種を終える見込みが今ワクチンの数では出ておりますので、ここを啓発したり、それからもし若年層の中での接種率が低くてですね、ワクチンが例えばその追加でまた来たり余剰がある場合については別途その余剰の中でも検討したいと思いますけど、今現状の中では少し、今までのスピードから言うとワクチンが少し減っておりますので、そういった特別の枠っていう形では設けずに、今度の予約の時にご自分でも予約を取っていただきたいというふうに思っております。他にご質問ありますでしょうか。産教人口の松本と申します。補正予算の関係なんですけれども、災害復旧事業で、29億6,900万円が上がってますけれども、この額自体っていうのは7月以降の大雨によってこれだけということで、さらにまだ増える余地があるのか、そのあたりはいかがでしょうか。9月の台風とかまだ精査しているものも、8月の9月はないように願ってますけど、8月の台風とか、まだ十分な精査が今しているものもありますので、それは今後出してまいりたいというふうに思っております。できるだけ速やかにと思っておりますけど、スケジュールとしっかり考えていきたいと。額も結構高額でして、災害なので仕方ない部分はありますけれども、ワクチンもコロナも含めてなんですけれども、これだけ出費もあるということでですね、市の財政的な圧迫というかですね、その辺の影響についてですね、市長としてはどのようにお考えでしょうか。コロナであったりとか災害であったり、大変な状況であることは重々承知しておりますけども、きちんと
事業の推進もしてまいりたいと思いますし、さまざまな、国とか県とか、そのような補助金なり何なりをしっかりと活用していく、まあ、また災害についても、補助率のというかかさ上げもあったりとかしてますので、そういうものもしっかりと活用していきながらですね、全体的な、ところに影響がないように、まあ、最小限になるようにしっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。他にございますでしょうか。つまり一日の頃と申します。昨日知事、丸山知事と一緒に同行されて、私どもお頼みに呼ばれた方なんですけども、滝町、以前も、山崩れにいて、1年とは言いませんけども、長い間普通は続いていくと。で、そういう、軽石版の国土規模に関して、省としていかがと思いますか。地盤について国土9号の地盤とかに、今回 の地滑りについては大雨の影響とかさまざまなこともあろうかと思っております。ちょっと過去どういうその地滑りになり、どういうんですかね、表面のあれがあったのか、ちょっとその辺は十分把握しておりませんけど、今回は多分長雨による影響が大きかったのではないのかなというふうに思っておりますので、全体的に地域がどうかというのは、ご指摘のように、この数年で何回かあるということならば、根本的にどういうところか、また国道のことなんで、紹介等々またしていくことがあろうかなと思います。これに関連して、課題として見えてきたものっていうのはございますか。今の9号、やはり今大変に、JR も普通になって、普通になっているというか、そういうことでご不便をかけている方もいらっしゃいます。通勤通学に使っていらっしゃる方にとっては大変なご不便をかけていると思いますし、これバックアップするで、さまざまなライフラインのバックアップというものをですね、今後、いろいろなところで検討していかなきゃならないなということは改めて思ったところであります。最後に点になりますけど、台風12号が来ますけど、対策等々F12 号の対策、これは情報収集していきながらですね、気象台さん、また河川事務所等々、常に、情報収集していきながら、適宜速やかな対応ができるようにしていきたいと思いますし、防災安全課を含めてですね、町内の体制、をしっかりと目を配らせながら、いつでも機動的に、指示ができるようにしていきたいと思っています。どうもありがとうございます。他によろしいでしょうか。それではその他について何かございましたらお願いいたします。先日中国電力が原発から周辺3市にですね、以前求めていた安全協定の回答をされたということで、その後中国電力が事前了解に絡んでですね、県が、県とのその協議の場を設けるというようなお話に今なっているわけですけれども、従来からの話としては
一気自治体並みの安全協定を求めていらっしゃったわけですけれども、地方電力がこのような提案をしているということについて、市長としてはどのように評価をされておられますでしょうか。はい、評価といいますか、その回答というのを我々はまだ受けてなくてですね、今日の4時からということでありますので、まだ正式には聞いておりませんので、評価というものについては差し控えたいと思います。また立地自治体と同様の安全協定の締結を求めていくという立場は私たちは変わっておりません。先日、副市長にですね、報告をされたときにですね、事前了解については、なかなか難しいということだったんですけれども、現地確認であったりとか、適切な措置要求であったりとか、計画の報告ということに関しては、若干のその前進っていうところもあったのかなと思いますけれども、そのあたりは市長としてはどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。はい、間接的ではありますけれども、県を通して3市の意見が反映できる点においては一定の評価はできると考えていますけれども、これでは終わりではなくて、さっき申し上げましたように安全協定をしっかりと、立地自治体並みの安全協定をしっかりと求めていくということであります。わかりました。今後ですけれども、今日その説明もあるということなんですが、それを受けてかもしれませんけれども、今後の対応についてですね、3市とまた連携はされているかもしれませんけれども、このあたり具体的にですね、何か今考えていらっしゃること、そういうのはありますでしょうか。いや、どのような回答かしっかりと伺って、3市で協議をしてまいりたいということであります。それが具体的なことです。わかりました。あくまでも立地自治体の安全協定というところは譲らずに、そこを守って対応されていくということでよろしいですか。わかりました。ありがとうございます。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。以上をもちまして会見を終了といたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。